He's also credited for the discovery of a memory ability called highly superior autobiographical memory, a rare ability which allows a person to remember in detail every moment of their lives, a blessing and a curse at the same time. まるで映画のように一生のすべてを覚えている人が実在します。一見完璧な記憶はスーパーパワーに思えますが、科学者はそれは祝福でもあり呪いでもあると評しました。なぜ記憶力が良すぎることが呪いなのでしょうか。それは嫌な思い出も辛い経験も決して忘れられないということ。人間の脳は忘れることで心のバランスを保っているのかもしれません。記憶とは不思議です。私たちは記憶でできているとも言われますが、実はその記憶は完璧どころか勘違いだらけ。そしてもし記憶がなければ、人はただの植物に等しいとも言われます。では、そんな大事な記憶なのに、なぜ私たちの脳は簡単に忘れたり間違えたりするのでしょうか。この後、あなたの記憶感がひっくり返るかもしれません。Because after the surgery, HM was normal in many respects, but what he couldn't do was establish new, explicit, declarative memories that he could maintain over time. They would fade away about as quickly as he tried to. 1950年代、ある青年患者 HM が記憶研究に衝撃を与えました。転換治療のため、脳の海馬という部分を手術で取り除かれた彼は、知能や会話は普通なのに、新しい出来事を少し経つとすぐ忘れてしまうようになったのです。まるで彼の脳から記憶のゲートキーパーが消えてしまったかのようでした。一日の終わりには、その朝食べたものさえ思い出せない。彼は常に今この瞬間しか生きられず、新しい思い出を積み重ねることができませんでした。想像してみてください。昨日の出来事も覚えていられず、毎日が白紙の状態で過ぎていくとしたら、これはとてつもなく恐ろしいことです。同時に人間の記憶がいかに壊れやすいかという真実を突き詰めます。実は私たちも HM ほど極端ではないにせよ、驚くほど早く物事を忘れてしまうのです。19世紀の心理学者エビングハウスは、人間が学んだ内容の半分以上を1時間で忘れることを発見しました。一夜漬けの知識が跡形もなく消えてしまった経験、あなたにもあるのではないでしょうか。忘れるという記憶の欠点はショッキングですが、これが現実なのです。もし自分が HM のように次々と記憶を失う身になったら、あなたならどう感じるでしょうか。 That 2 days later, that is now flipped dramatically, and those who studied and tested are much better off, and that holds out to 1 week.They're still forgetting in both cases, but you can see that the forgetting is cut in half by the testing manipulation. So that's a pretty. しかし、希望の光もあります。記憶力を劇的に伸ばす発見が21世紀に入って明らかになったのです。それは意外にもテストすることでした。ただ読む勉強より自分にクイズを出して記憶を呼び出す訓練をした方が記憶は長持ちするのです。実験では文章を読んだ学生に再度読むかテストするかしてもらい、最終成績を比較しました。最初の5分後では差がなくても、2日後にはテストしたグループが内容をよく覚えており、その効果は1週間後も持続。テストしただけで忘却が半分に減ったという結果には驚かされますよね。役立つ学習法としてこれほど簡単で効果的なものはありません。さらに面白いことに、この小テスト効果は注意力も高めます。講義中、学生の約3割は別のことを考えていて、終盤には4割以上が上の空になるという研究結果があります。私たちも思い当たる節がありますよね。ついスマホを見たり、明日の予定に気を取られたり。ところが講義の途中でクイズが出されるとどうでしょう。学生たちはハッとして注意を講義に引き戻し、積極的にノートを取るようになりました。その結果、理解度も向上したのです。つまり、記憶にテストというスパイスを振りかければ集中力も記憶定着率もアップ。
先ほどの引用で示されたように自分で自分をテストする、これが科学が見つけた記憶術の秘訣です。あなたは次の勉強から試してみたくなりませんか？ Over 70% of those innocent people, there was eyewitness misidentification as one of the key contributing causes more than any of the other causes. 人間の記憶には奇妙で危険な錯覚の一面もあります。他人どころか自分自身さえも騙してしまうのです。ある事件の裁判では無実の人が逮捕されてしまいました。1995年、米国オクラホマシティで起きた爆破事件の目撃者ケスリンジャー氏は、犯人のティモシー・マクベイに一緒にいたジョン・ドー2号という男を詳細に証言しました。警察はその似顔絵を公開して全国指名手配しましたが、結局その男は存在しなかったのです。実はケスリンジャー氏は爆破前日にマクベイに似た男性と店に来ていた別人トッド・バンティングを記憶違いで同一人物だと思い込んだのでした。無関係の人の特徴を組み合わせた偽りの記憶、脳が勝手にもっともらしい物語を作り出してしまったのです。恐ろしいことに、こうした記憶の誤認は現実に大きな影響を及ぼします。 DNA 鑑定で無罪が証明された冤罪事件を調べると、実に7割以上で目撃者の思い込みによる人違いが原因だったと報告されています。本当は見てもいない光景を見たと心から信じ込んでしまう、それが人間の脳なのです。例えばあなたも絶対こうだったと自信のあった記憶が後で間違いだと判明し、ゾッとした経験はありませんか？脳が生み出す思い込みの罠にあなたならどう向き合うでしょうか？ World Series.The sad thing here is that Donnie Moore could never get that memory out of his mind. It sort of took over his life, and no doubt combined with other factors operating in his life led to a severe depression and ultimately taking his own life. 今度は忘れられない苦しみの話です。野球投手のドニー・ムアは自分がサヨナラホームランを打たれてチームが敗れた1986年の試合の記憶に取りつかれてしまいました。その後、彼の心には失敗の悪夢が焼き付き、何年も消えなかったのです。ムアはその記憶を振り払うことができず、ついには深い絶望に沈み、自ら命を絶ってしまいました。一つの記憶が人生を狂わせたのです。強烈な後悔やトラウマは脳裏にこびりついて離れないことがあります。誰にでも忘れたい過去の一つや二つあるでしょう。ところが皮肉なことに、脳はそういう記憶ほど鮮明によみがえらせてしまうのです。苦しい記憶が頭から離れない拷問、想像するだけで胸が締め付けられます。一方で冒頭で触れた超記憶の持ち主たちは、日常のすべてを覚えていられる代わりに嫌な思い出から逃れることができません。悲しみも怒りも恥ずかしさもずっと色褪せず残り続けるのです。忘れることには実は救いの側面があるのかもしれません。モーツァルトは、幸せになりたいなら忘れることが肝要だと言いました。脳がある程度忘却という整理整頓してくれるおかげで、私たちは前に進めるのです。あなたなら辛い記憶も全て覚えている人生と、嫌なことは徐々に忘れていける人生、どちらを選びたいですか？ここまで人間の記憶の驚くべき真実をいくつか見てきました。一つ目は、記憶を放っておけばどんどん消えていってしまうということ。二つ目、記憶を定着させるには受け身の暗記よりもむしろ積極的に思い出すことが効果的だということ。三つ目、私たちの脳は偽の記憶さえ作り出し、時にそれに振り回されてしまうということです。信じがたい話ですが、どれも科学が突き止めた事実です。そして物語はここからが本番。実はこの後に明かされる記憶の逆転の仕組みを知れば、これら一見欠点に思える現象の意味が見えてきます。人類が長年知らなかった脳の秘密、あなたは受け止める準備ができていますか？ I think is that memory is not just about the past. It's not just about reminiscing and recollecting. It's also a tool used by the brain to generate simulations to help us to think into the future, imagine how things may turn out, and hopefully make better plans as a result.なんと記憶の本当の役割は過去ではなく未来にあったのです。
脳は記憶というピースを組み合わせて明日のシナリオを描く、それこそが人間が生き延びるための逆転の発想でした。過去の出来事を完全に保存することよりも経験を再利用して未来を予測することを優先した結果、私たちの記憶には曖昧さやエラーが織り込まれているのです。いわば記憶の欠点は未来を思い描くためのトレードオフだったのですね。ここに至って思い返してみると、これまで見てきた7つの記憶の題材にも違う側面が見えてきます。例えば忘却、トランシエンスは不要な情報を整理し脳に容量を空けるための仕組み、注意散漫、アブセントマインドットネスは脳が同時に複数のことを処理しようとする結果とも言えます。誤認や暗示への影響も記憶がバラバラの情報から意味のあるストーリーを組み立てようとする創造性の裏返しです。そして思い出しづらさ、ブロッキングは必要な情報をすぐ出せない不便さではありますが、裏を返せば関連する記憶同士が干渉し合う脳のネットワークの豊かさを示しています。偏見も現在の自分に照らして記憶を書き換えることで自己を一貫させようとする働きです。最後に固執、パーシステンス、嫌な記憶が消えないのは危険や教訓を忘れず将来に生かすため。こう考えると7つの題材は7つの美徳でもあったのです。私たちの脳は欠点さえも武器に変え未来を切り開く巧妙なシステムだったのですね。ではこの事実を私たちの日常に生かすにはどうすればよいでしょうか。ポイントはシンプルです。記憶に残したいことは未来の自分のストーリーに絡めてしまうのです。例えば勉強した知識は明日誰かにそれを教える自分や仕事で成功する自分を頭に描きながらインプットしてみてください。記憶は未来のシミュレーションと結びついた途端に生き生きと意味を帯びて定着しやすくなります。そして以前お伝えした通りアウトプット前提で覚えることも重要です。その場でノートを眺めるだけでなく一度閉じて自力で思い出す、これだけであなたの脳はこれは将来必要な経験だと判断し記憶の定着率がぐんと上がるでしょう。さあ、あなたも今日からこの未来思考の記憶術を試してみませんか。記憶の概念が覆った今、きっと以前とは違う景色が見えるはずです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の内容についてあなたが得た学びをぜひ一言でコメント欄に書いてみてください。記憶というものについての見方がガラリと変わるような時間だったのではないでしょうか。私たちの記憶は単なる記録装置ではなく未来を形作るクリエイティブなツールだということ、そのために一見不便な癖を持っていることが分かりましたね。大事なのはこの知識を日々の生活で生かすことです。では早速24時間以内に実践してみましょう。今日寝る前に今日この動画で覚えた新しい知識を3つノートを見ずに思い出してみてください。それがあなたの脳へのテストとなり記憶の回路に刻まれていくはずです。今日知った記憶術を使って明日からあなたの学びがどう変わるかぜひ感じてみてください。そして感じたことをまたコメントで教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。